昨日一日で、まあ、大阪あ行って、まあ、前から言ってあのラーメン屋さんとさフランチャイズのシステムがあるんだけども、まあ、そこのに対してうちがどういう絡むかってことをあの昨日一日でお知らせしてね。で実際にまた新しい会社作ろうとなったんですよ。で社内だとちょっともうこれ以上無理なんで、まあ、とりあえずあの既存の要するにあの会社さんで、経理処理はしてもらって、で、まあ、とりあえずうちの方は出資するっていうような形のですね、まあ、投資スタンスの中で新しいビジネスモデルをやりましょうってことで、で、まあ、大阪がねあの本社の会社なんだけども、まあ、新会社にした時にさ、まあ、別に大阪にある必要ないから、じゃあとりあえず銀座でねまた住所をね、持ってきて、でそこから、まあ、日本テナントサービスと連携して、まあ、いろんな形でさやりましょうってことになったんで、まあ多分実際にはね来年の6月くらいかなあですね、でこれはねすごく新しいビジネスモデルで単なるこのフランチャイズシステムじゃないわけで、かつて僕たちがその海外で、ね、やってきたさ手法をとりあえずこちら側で、実験してみようということで、まあ、実験的なスタンスでやるんで、まあ、ここでね、小さな会社、まあ、資本金900万からスタートして、まあ、最終的には、ね、日本全国に、400店舗から600店舗出そうということの計画で、スタートすることになったわけ、ね、でこれさ例えば昨日そんな、ね、フランチャイズシステムの中でさ、まあ、いろんな、ね、ラーメン屋さんの話とかあって、ね、すごいね大阪中心にしたさラーメンのフランチャイズシステムで、まあ、ある会社がね15年間で190店舗なんですよ。190店舗ねでやってて、でそこのトップの人は常に所得番付で、ね、その地域でナンバーワンだよね。で年収ね4億2000万だっつうんだよ、ね。でラーメン屋さんのフランチャイズでさ4億2000万ですよ、年収だよ。うん、俺ちょっと転職しようかこんなに頑張ってるそんなにいかないから当たり前だけどね。でそれはね問題は簡単なことなんだけども、要するにさ速度だね。要するにいろんな要するにさね仕組みがあるんだけども、これをね加速度的にさ増やせるかどうかってことで、今の現状でいくとさたまたま今うちで今度セブンイレブン始めるよね。でセブンイレブン1店舗始めるけど、その後も3店舗くらい申し込み入ってるところで、じゃあこれからどうしていくかっていうことをさやっていくわけじゃん。でこれセブンイレブンだけじゃないですよ、もうコンビニエンスストア全部じゃん、ね。でそうするとこのコンビニエンスストア全部に対して例えばさ資本がついてくれば加速度的に伸びるけれども、資本がついてこないとねこれ加速度的に伸びないんですよ。で何がすごいかっていうと、そこのねラーメンチェーン店のさトップはね上場なんか絶対考えてないですよ、うん。まあ僕も今ね日本テナントサービスはね一応上場する可能性も僕はないわけじゃないなと思ってるんだけど、実業でやる世界はあまり上場とか考えない方がいいね。なんでかっていうと、上場して一番利益出るのはそのね一番最初に作った人だ。だから株を持ってる人たちが要するに上等益で利益が上がるっていうだけじゃん。だけどね継続性っていう面でいくとねちょっと疑わしいわけで、なんでかというと今の日本の経済の要するに株価ね、日本日経の景気見れば分かるけどさ、もうどん底に近いよね。でじゃあさこのどん底からいつ這い上がるんだろうって言った時に、俺這い上がらないって気がするんだよね。なんでかというと中身どんどん悪くなってきてんじゃん、ね。でまともな会社はさほとんどないんですよ。でそんな中でやっぱりさね、これからの産業の中でじゃ ね、1次産業ダメ2次産業ダメで、3次産業、まあ、これサービス業だね、サービス業が伸びてるわけじゃん。で今1次産業もサービス業に転化してるところが勝ちだね。つまり今までみたいに農業をさ要するにものづくりのにして作ったものを売るっていうね、一次産業っていうのはさもう衰退しちゃったじゃん。それ何かというと規制があるからなんだ。つまり自由経済の中で米作りがされていないから、要するに規制前を作って、で政府から助成金もらって安いお米を作っていて、助成金が徐々に減ってくれば、ね、生活成り立つわけないじゃんってことで、今までそういう政策をねずっとやってきちゃった、ね、要するに減反政策、ね、に基づいて作の農家をどんどん減らしちゃったね。でもさ今これから食料危機が起きるって可能性もあるのに、
この休耕地をどうするのって言った時に今は自由化されて、ね、要するにあの美味しいお米を作ろうっていう人たちができてきて、で安い土地を買ったり安く土地を借りたりして、ね、どんどん作農面積増やしてるわけ。でそれであの自由の中でインターネットで米売るし、要するに美味しい、お米作れば高級レストランに売るしっていうことをやってるわけじゃん。で、ね、養鶏場もそうだ。ね、今ね、あの今まではブロイラーで一番、ね、安いあの要するに、卵を作ってたところが今度はブランド卵を作ってるわけや。で下手すら5、6倍するんだよ。でもね飛ぶように売れるんだよ。でつまりあのそういうね、全てがさ、これからサービス業に、ね、向かいつつある中 で我々この、ね、あのこのラーメンについてもさ、これサービス業だよね。でこれはさ、あの仕組みによっては伸びるんだけど、仕組みによらないと伸びないんだよ。でその仕組みを作るのが我々の仕事じゃん。でこれさ、あの不動産のね価格が今安くなったからできるんだ。であと他に活用するやつがいなくなったからできるわけですよ。これバブルの時に僕がそんなこと言ったら笑われちゃうよね。お前何言ってんのって言われちゃうようなことが今はできちゃうんだよね。で、ある意味ではね、今さ、今度商社機能として、いろんな物件、いろんなメーカーの人たちがうちにさ、販売の協力を求めに来てるっていう理由っていうのは、うちの会社の規模がある程度一定規模までなっていて、でそこに、明らかに要するに、そういう効果があると、ね、いうふうに見てくれてるからなってるわけでさ、そうじゃなかったらさ、何言ってんのお前って、おととい来いよって言われちゃうよね。でそれがね、僕は創業の時からね同じ生き方してるんだけど、あの会社の規模とさ、やれる能力と、要するに社員の数、ね、社員の能力で、要するにさ、できる仕事が増えてきてるってこと。だから、どんどんできるようになってきてるよね。でもさ、人間あんまり変わりがないんだ。昔とほとんど変わらないですよ。でもさ、できるようになってる理由っていうのは、環境なんだね。で、もう一つ、考えなきゃいけないのは、歴史ね。例えばさ、よーく頭の中で考えてごらん。何かを評価される人って何で評価されてるの？歴史で評価されてるんだよ。もう例えば坂本龍馬だってそうだね。要するにさ、本来で言ったら単なるさ、なんかもう仮想ね、武士でさ、ね、あのまんま自分が仮想武士でいいんだってなってれば、明治維新だったらもうゴミのように捨てられてきた人たちなんだよ。でもね、それが将来を見据えてさ、まあ明治維新を起こした段階で、要するにさ、彼は歴史上の人物になったわけでしょ。でそれは歴史上の人物がそこにいて、実際に実行部隊になって動いたから歴史上の人物になったわけでしょ。で、で、じゃあ今度事業で言ったら松下幸之助だってそうだね。要するに今はちょっと反則厳しいけどさ、でもね、創業の理念から見たら、ね、松下幸之助はなんでさ、要するに評価されてるのって言ったら、彼の歴史なんですよ。で僕なんかもそうだね。今さ、今回でなんかいろいろしてるじゃん。でこれさ、ずっと歴史の積み重ねなんですよ。で歴史が評価されてるわけだから、今いる自分が評価されてるんじゃなくて、今までの過去が要するに評価されてるってことじゃん。だからここはねすごい重要で、だから仕事をする中でやっぱね歴史観を持たなきゃダメですよ。でもう一つね、不動産もよく考えたら歴史観じゃん。例えばさ、山手の一等地なんであんな高いのね、あれさ、ね、はっきり言ってね、不便だよ山の上でさ、ね、景色がいいわな。でもさ、何かあったら外人墓地ができたりさ、駐留軍が来てさ、あそこに要するにね、洋館を作り出したりして、で戦後の中で要するに文化をさ、ね、異国文化を取り入れたってこと、戦後とかその前からか、ね、取り入れてるってことなんですよ。長崎もそうだね。要するにグラマーが来てさ、それで造船業をね日本で定着させていきながら軍艦作ってさ、で要するに、坂本龍馬みたいな、ね、武士を使ってさ、それで明治維新を起こさせたっていうね歴史があるわけでしょ。で全部これさ、彼らはさ金で評価されてないですよ。全部歴史で評価されてる。で不動産もそうだから、不動産の価値っていうのは全部歴史で評価されるってこと。だから例えばアメリカのさ住宅の価値っていうのと日本の住宅の価値比べてみな。で日本の住宅の価値ってさ歴史がないんだよね。なんでかっていうと、高度成長期に建て売り住宅 を買った人たちがいっぱいいるわけじゃん。でこの人たちは建て売りを買った既製品の住宅をずっと持ち続けて、で大体20年とか30年でもうダメになっちゃうから今頃建て替えてるよね。
でもさ、そこの中で建て替えた人たちがあの新しい文化をさ取り入れてるか取り入れてないかでだいぶ様子が違ってくると思うんだね。でそれはある意味では街並みを作るとかさ、まあ、その中でやっぱり一つの歴史がその街並みとかその土地の価値を上げてるっていう事実があるわけじゃん。で我々さ今不動産ね、見るときにまあこんなとこ無理だよとかね、こんな、崖地無理だよとか、ね、こんな、駅から離れたの無理だよ、ね、無理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 言うだろう。でもさ、今回はね、新しいさそのテナントを手出すことによって新しいその文化がうちの会社の中でできたじゃん。でね、文化の積み重ねが最後は歴史になるってことだよ。だから、ね、うちの会社、ね、日本で初めて不動産コンサルタント会社を作って、でこれはさ日本で初めてはもう間違いないわけなんですよ。 でそれは新しい文化を作ったわけで、こいつを繰り返し繰り返しやってるからなんとなく歴史感のある会社になってきてるよね。でもね、まだまだね、創業13年だからこれがね、やっぱ50年、100年にならないと歴史的な評価を受けないかもしれないね。だから、今ね、僕たちがコツコツいろんなね、ね、ことをさ、また新たな、ね、ビジネスモデルを設けてって、でこれを日本全国で展開するってことも歴史の始まりなんだよね。始まりって何かって言ったら、うちの会社の文化の新しい文化のスタートなんですよ。だからこいつをどれくらい成長させてくれるかっていうことが一番重要だってこと、ね、だから仕事はね、要するに成功する失敗するってあるな。人もそう、成功する時もあれば失敗する時もあるんですよ。でもね、最後に歴史的に見てね、評価されるかされないかってことなんですよ。仕事そうだね。僕なんかは過去においていろんな仕事してきたけども、要するに今評価されてるのは過去の仕事の積み重ねなんですよ。でもまたここから新しいものをね、先月から日本テナントサービス、今度はね、株式会社、なんだっけな名前忘れた、ね、まあいいや、それね、作るんですよ。で、ね、なるとここもスタートするわな。今度の、ね、やつは思い出した、メガホールディングスだ。メガだから、ね、メガ、ね、なんかいいじゃんか、メガ、ね、でかいぞみたいな ね、まだ2人で視察する会社だけど、メガ、ね、で、要するにホールディングスをしましょうということになるわけだ。で、これをまた新しいスタートの中で、この会社が伸びてくれば、歴史的なものが評価されるけど、途中でダメになっちゃったら、もう歴史的に忘れられるってこと。なぜかというと、会社って潰れちゃったらみんな忘れちゃうでしょ。昔こんな会社あったねって笑い話あるけどもしれないけど、歴史は作れないってこと。だからもうぜひね、頭の中でちょっと歴史的な物事の尺度で物事考えてもらいたいと思うな。ぜひお願いします。以上。